スポーツフィールズです。プロ野球のイースタンリーグ、これ今週末の27日に開幕します。はい、そこで今回はシーズン到来でボルテージが上がっている湘南シーレックスの選手と監督にお話を伺いました。昨シーズンイースタンリーグで惜しくも優勝を逃した湘南シーレックス。しかしシーズン終盤、横須賀劇場と呼ばれるほどの数々のドラマは我々ファンを十分に魅了しました。あれから半年、去年までスカウトだった岩井貴之氏が監督に就任し、新生シーレックスとして今シーズンに臨みます。まあ、我々はずっと1年間課題を持って、やらなきゃいけないんだね。でその中で、まあ教育リーグで、最初はねキャンプの終わった後の、まあ、自由にその成果を出させるために、まあ、ゲームではやってきたんですよね。で残りの3試合ぐらいはね、これはもうやっぱりピッチャー、野手、またベンチが一体になってね、ゲームをやっぱり、勝つための、いろんな細かい、ことも、ここ3試合やってきました。で、まあ非常にキャンプ、また教育リーグの前半のことの、そういうことはねこの3試合で、かなり手応えがあるんで いい感じで、開幕戦を迎えられると思ってます。勝とうとするといろんな工夫、また知恵、そういうものがね、浮かばないといいプレーも出てこないし、その辺では、練習とまた違って試合っていうのはやっぱりそういう試合のためにね練習をやるわけですから、だからそういうものを練習の成果をゲームで出す、その中に勝とうというその一投一打のね執念を燃やす、そういうものがね選手には植え付けてこれから行きたいと思うんですよね。だからまあ去年のやっぱりいい経験を生かしてやってもらいたいなと思ってます。一投一打にね執念を燃やす、そういう最後の最後までね、ひょっとしたらこのゲームは逆転するんじゃないかとか、そういうようなねファンの皆さんにね、最後までゲームセットまで期待を持たせるような、ゲーム展開をやっていきたいなと思ってます。昨シーズンは怪我に泣かされた西崎選手、鶴岡選手、新沼選手、渡辺選手、竹山選手と大勢のライバルがいる中、開幕スタメンのマスクを狙います。去年までは2年目に開幕でスタメンかぶって、で3年目はかぶれなくてっていう、なんていうかそういう段階で来てるんで、今年もまあスタメン、狙えたんですけど、熾烈なんでキャッチャー陣だから、出たらそれなりにやっぱ自信持ってやりたいし、出れなくてもそのベンチから声出したりとか、ベンチから見てても勉強になりますし、だからそういうのをやっぱ心がけてやっていこうという気持ちですね。はい、やっぱバッティングではやっぱその長打、小柄ですけど、長打も自信があるし、そのチャンスでやっぱチャンスで打たないと、やっぱアピールっていうか存在感がない、チャンスで打ってスタッフの皆さんにアピールしていこうというのが目的で、守備の面ではその肩、1年前ですかね、肩痛めて、その痛める前まで その肩の調子っていうか、その時の肩の具合で今投げれてないんで、やっぱりその第一にボールが強く正確に投げれるっていうのを今課題に、今日もやったんですけど秋元コーチと、それができてくるとやっぱりリードの面でもゲームに出て失敗して習うっていうのを秋元コーチに聞かされてるんで、やっぱ失敗したところで落ち込まないで、それを先につなげていこうという気でやってますね。はい、去年はゲームにあまり出れなくて、活躍する場があんまなかったので、今年はアピールして1試合でも多く試合に出て、早く1軍に上がれるように頑張ります。よろしくお願いします。昨シーズンは
最後の最後まで日ハムとね、首位をこう争ったわけですよね。ですから今シーズンもね、まあ、たとえ最初負けててもバッとこう逆転して勝つようなね、そういった本当に横須賀劇場、そうですね、感動的な劇場をね、ぜひ見せてほしいなと思うんですけどね。TVK テレビでも湘南シーレックスの開幕戦をご覧の日程で放送します。ご覧の時間に放送します。ぜひこちらも見ていただきたいですが、横須賀の球場にもぜひ足を運んでほしいですね。はい、そうですね。以上、スポーツフィールズでした。